どうもトライトです。マインコンアース2018で今後のアップデート内容について紹介しましたが、また新たにアップデート内容の追加がありましたので紹介します。先日マイクラ開発者のレディアグネスさんのツイートでこんな画像がありました。それがこちら。なんと戦力岩、花崗岩、安山岩の階段ブロックが作れるようになるそうです。さらにツイートがこちら。磨かれたものもあります。そしてもっとっていう感じです。この画像は磨かれる前の階段ブロックなので、磨かれた戦力岩などの階段ブロックも登場するということだと思います。アンドモアのそしてもっとっていうのが、これは予想なのですが、階段ブロックがあるならハーフブロックもあるんじゃないかということです。あくまでも予想なので分かりませんが、プリズマリン系の階段ブロックやハーフブロックも水のアップデートの時に一緒に出たので、戦力岩などのハーフブロックも出る可能性は高いかと思います。そしてもう一つツイートがありました。それがこちら。なんと戦力岩、花崗岩、安山岩の壁も登場するようです。今あるのはですね、こちらの丸石の壁とこちらの苔の生えた丸石の壁、この2つしかありませんでした。その壁が増えるようです。そしてツイート内容がこちら。完了、そしてさらにいくつかの壁を追加する予定です、というのがありました。画像の壁の他にも、マインコンアースで紹介した時にちらっと見えた部分で砂岩の壁がありましたので、この砂岩の壁がその一つではないかと思います。ということで、今後のアップデートで新たなブロックを追加することが分かりました。追加予定日は、ビレッジ&ピレッジのアップデートか、その前の大型アップデートで、おそらくですけど12月から、来年の1月から3月くらいに、配信するかと思います。今後のマイクラが楽しみですね。それでは今後のアップデートの内容についての紹介を終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。